エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上サポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはいやってまいりましたニックネームノージュル太郎さんですねお世話になります何かここ数日のことでノージュル太郎自身もかなりお金について色々考えさせられています何かお金って包丁やナイフと似てるなと思いました 使い方によっては人生の手助けにもなるし身を滅ぼすものになる可能性もある、えー、吉田さんからしたらどんな見解になりますでしょうか、えー、世代じゃないですけど鉄人28号に近いかもしれませんリモコン次第でまあ敵にも味方になるというイメージですよろしくお願いしますと。これをなかなかいい質問じゃないですか素晴らしいあのねえーとねあのー これなんかあのそれでその質問者がねまあライブやっててその ABEX 作ったね「浜崎あゆみ」みたいなねそう「小室ファミリー」みたいなねそう僕なんか小室ファミリー時代でしたからねそう中学校の時にもう小室ファミリー世代はもう小室で育ったんじゃないかなみたいなもう「カウントダウン t v 小室ファミリーでもう追いつかされるとかねあったんですけど でその ABEX を作った松浦会長に、ね、こんな質問が寄せられていて40代だったかなその40代でもうめちゃめちゃ稼ぎましたとで生涯のお金も必要なお金は全部稼いなんだけどもあの毎日全然つまらないですとでこれどうしたらいいですかみたいな,なんか質問があって松浦会長にねで松浦会長が「そんなの当たり前だよ」ってっ、ね、て「<laughs> そんなの当たり前だよ」と。 俺も何十年それ悩んできたかみんなそのお金に悩んでいてお金があれば幸せになれるとかねお金があればもっとお金があればと思ってるんだけどじゃあお金をね、まあ、生涯もう,も,うなんだもう一生遊んで暮らせるぐらいのお金があるわけじゃないですか。あまあね 松浦会長とかまあその質問の方もねまあどういう生活をしてるかわかんないですけどとりあえずもうお金稼がなくてももう一生やっていけるぐらいの資産を構築したわけですよだけどつまんないっていうね <laughs> どうですかお金があってもつまんないっていうねそうだからまあお金っていうのはやっぱあのツールにしか過ぎないんですよね本当に だからそのツールをやっぱどう使う使かだかだらナイフもそうで包丁とかナイフもそうで使い方によっては人を殺せるし逆にその使い方によっては美味しい料理も作れるしお金もそうで使い方次第であのなんだあ自分を破滅させてしまうっていうところもあるし使い方次第で自分の生活をより豊かにすることもできるしっていう話ですよね。 だからそのお金にその執着するっていうのがそもそもまあ良くないんじゃないかなと思いますね。要はツール手段に執着するってことですね。うん。そう、ツールなんで。うん。だから人生、だから僕がよく言うのがライフなんですよね。どういう人生、ライフスタイルを送りたいのかっていう、多分そこが僕は一番大事だと思うんですよ。本当に。で、そこから逆算して <laughs>、その、 自分の自己実現するためにはどれぐらいのお金が必要なのかっていう、ただそれだけの話で。そう。あ、ね、僕なんか多分、自でそれはゆあの、やってる、実行してると思うんですけども、ね、ネットビジネス化、情報企業化、コンテンツビジネスで成功した人たちは、東京にみんな、東京にみんなほとんどいるし、東京のタワマンだし、まあ、車買うし、みたいな。まあ、車はね、すみません、僕も好きなんであれなんですけど。 僕はあの、鹿児島の家賃、家賃4万2千円でこう、情報発信してる人はあんまりいねえと思うんですけど。で、なんで僕はそうなのかっていうと、そのライフなんですよ。自分のライフスタイルっていうところが確立されてるので、じゃあそこに対して必要なお金ですよね。稼げばいいって話なんですよ。だから僕は、その、上を目指さなくなったっていうのは、昔、まあ東京で働いてるときは一回年賞100億まで目指した時期もありますけども、まあ、キリがないなっていう話ですよね。 だ結局、そのやっぱね昔そのアフリエートパーティーとかね、ご参加された方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、ガンガンブイブイ東京でいろいろなパーティーがあったんですけども、まあ,あ、自慢のこれ買ったぜとか、こうだぜ、こうだぜ、こうだぜ、売り上げこうだぜと、億プロモーションみたいなね、何億あげましたとかね、買いましたとか、ね,かねも,うそもうそんなばっかで、なんかもう、きりがないっていうね。<laughs> <laughs> なんかもう だろうなもうお金にもうもうお金イコール人生みたいになっちゃってるっていうのがすごく感じましたねうんそうだからね僕は最強はやっぱね僕のイメージとしてはポケットに小銭なんですよ最強理論ですよこれは僕の,僕のポケットにはポケットに小銭が入ってる程度でいいっていうそうすると身軽なんですよ だけど、イメージしていただければ分かると思うんですけど、今、まあ、電子マネーとかが普及、カードとか電子マネーがやっぱ普及してるので、イメージ湧かないかもしれないですけど、まあ、その、現金通貨しかなかったっていう、あの、想定だったら、あの、例えば、アタッシュケース、1億円持ってます。アタッシュケース3箱、アタッシュケース4箱みたいな話なんですよ。で、アタッシュケース、じゃあ5億円、アタッシュ、銀のアタッシュケースをね、5個持って持ち歩くのって、超結構しんどくないですか。身動き取れないですよね。 なんか映画とかでもなんかたまにあると思うんですけどなんかその財宝を手に入れてねルパ,ンルパン三世かな,なんかその財宝を手に入れてでめちゃめちゃその大金あるんだけど船が沈んでいくみたいなでその重いからその金貨とかねおろせって言うんだけどいやこれはあの大事みたいなね <laughs> お前命と金どっちが大事なんだと で、しぶしぶ、なんかその財宝をね、こう、海に捨てるみたいなシーンあったりとかすると思うんですけど、あの、お金に執着すると、例えばさっきのシーンだったら、いや、あの、この財宝は私が手に入れたから、絶対手放さないってなったら、船沈みますよね。死にますよね <laughs>。 そさっきのアタッシュケースの話もそうなんだけどもお金がありすぎると今度身動きが取れなくなってくるっていう僕は感覚があって最強はポケットに小銭なんですよねそうだから自分のライフこういう生活をしたいっていうのをもう確立させるでそこに対しての必要な経費お金じゃないんですよ経費なんですよ まあこれは会社経営とかしてないと経費っていう考え方があんま出ないと思うんですけどそのライフにかかる経費をどうかあのその補填していくのか稼いでいくのか補充していくのかっていう考え方ですね。うん。で、そうするといいと思いますね。うん。だから、うん、みんなでも結構お金にやっぱ執着してる部分があるんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんそのステージはね、えー、人だったら僕もありましたから。 僕もあったんですけどいろんな経験をしてまあこれね仏教の教えでもあるんですけど仏教も結局その幸せになれない一つの大きな理由としては何かにこう執着してしまうと執着した瞬間に不幸不幸もこう寄ってくるって感じですよねお金に執着すると失うみたいなね不幸がこうなるみたいなそう結局その本当にうん あなたはお金ですかっていう話ですよね。そう <laughs> あなたの人生は人生なんだから、うん。でも、でもですよ。でもここで、まあ、ちょっと、暗反,反するう、あの、意見い、意見、なんだろうなうん、セリフになっちゃうかもしれないですけど、命は金より重いみたいなマインドセットもあった方がいいんですよ。<laughs> お金をこう稼いでいく上では、その、 そのステージというか、なんだろうな。そういうマインドセットもないと、まあ、お金をこう稼ぎに行く。だから、なんだろうな、うん。幸せだからいいや。今が、今が幸せだからいいやっていう考え方だと、今満ち溢れちゃってるから、もうそれ以上お金を稼ぐ動機が生まれないんですよね。で、動機生まれないと、やっぱできないんですよ。だって幸せなんだから。 だからそのお金をこう稼ぎに行く売り上げを上げに行くってなった場合は爬虫類ななんだろうな,なんかその刺激も必要なんですよねだからでもこのバランスが大事なんですよ非常にバランスもうんなんだろうなまああの例えば、まあ、女性が料理を作る時の,あの動機ですよね まあ確かに面倒くさい料理作るのあ今日も料理作るの面倒くさいなってあったとしても好きあこの料理を作ったらあの好きな人にね笑顔になってくれるだろうとかなんかその動機が生まれた場合って多分その自分はそのなんだろうなあんまりその面倒くさいなみたいな感情はあるんだけどその強い動機ですよね動機があれば多分料理作るんですよ。 要はその目的が変わるシフトするというか、料理を作るというか、その先ですよね。その料理を作って提供した後、好きな男性に美味しくたのた食べてもらうその笑顔だったりとかありがとうっていう、そ,そこの、えー、未来のところもなんだ、動機にすると、また全然なんか違ってくるんですよね。うん。だからまあ、あこれはまあ難しいですね。難しいんですけど。 <laughs> お金はツール手段なんだけども、うん、その手段を取りに行くっていう時も必要だしねだからお金は本当に難しいですよね、うん、だけどこれはねやっぱ自分の中で考えていかないといけないですね、うん、この僕の場合はまあ最終的にねあのお金は必要っていうなんだあとこに落とし込みましたけどねお金は血液である必要であるだから当たり前って感じですよね 当たり前に稼ぐ当てる。だって血そのし心臓って当たり前のごとくドク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 ってその毎秒毎秒血液こう流してると思うんですけどお金も一緒で、えー、生活していくために例えば、えー、多分ね今日もね能汁太郎さん水道の弱口ひねったと思うんですけど水道の弱口ひねった瞬間にお金が出てくるんですよどうですかまあ水道代はそんなに高くないんであれかもしれないですけど毎秒毎秒お金は出てるんですよ0.00何円とかが。 常に電気の電気のボタンを押した瞬間に 0. 何円とかが消費されてるんですよどうですかあの電気つきますよねテレビつけますよね <laughs> そう毎秒お金が消えてますからねそうだからい自給自足するんだったらね別にいいと思うんですけど僕たちはやっぱその電気使うにも電気代かかるし水道をひねればだから電気のボタンねつければもうす,すでにお金がそこにかかってるし 水道をひねればねそこにてあの水道代がどんどん流れていくし今度そのねお風呂入ろうと思ったらねガスガス代がまたかかっていくわけじゃないですかそう結構ね僕が住んでるところは都市ガスがないのでガス代が高いんですよプロパンプロパンガスなんで結構ちょっとガス代が高いんですよねガス代高いですよだからガス僕結構お風呂朝風呂とか入ったりとかお風呂入るんでガス代がね1万円ぐらいになるな,なるときありますね 結構高くないですかガス代1万円は、うん。プロパンガスなんで、ね、高いんですよ。うん。そう。だからまあ、僕は最終的にお金ってなんだって必要です、終わりですね。に、そのシンプルにしたって感じですよね。お金その執着というか、なんだろうな、全部を、全部の、なんか、全部、いろいろぐる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 回った結果、全部捨てて、必要終わりっていう。 それ以上でもそれ以下でもない必要生きていくために必要終わりっていうで余計なことをそこになんかお金に対して余計なことをその入れないってことですねだから例えばそのナイフとか包丁で言うならば包丁なくして料理って無理じゃないですか結構難しいですよね包丁なくて料理作るって人参とかジャガイモそのまま入れるんですかって話じゃないですかだから料理で例えるならば料理を作るのに包丁は必要終わりっていうそ,う,そうそれだけですね うん、セットっていう話ですよね。だからセットって感じですよね。バリューセットみたいなね。ハッピーセットみたいなね。<laughs> ハッピーセットでいいんじゃないかな <laughs>。もうセットであるっていう考え方にしましたね同一。同一っていう。一緒っていう。そうするとすごい楽だと思います。うん。でもそこにあ、まあでもねいろいろあだこだ考える時もあのステージもあるので。でもねそのいろいろ考えて考えて考えてそう。 削ぎ落とされたり、またついたり、削ぎ落とされたりとか、またついたりとか、もう捨てたり得たりとかを繰り返して結局は、まあ僕はそうなったんですけど、だからその過程がなくして今の考え方にはなってないので、まあ非常に難しいと思います。いろいろ自分で考えて、自分の中で答えを出していくっていうのは大事じゃないですか。自分の中の哲学を作っていくっていうことですね。うん。まあこれは結構いい質問ですね。 まあ僕はねお金についてずっと扱ってますからやっぱ多分ねラッキーだったのがお金って本当に必要じゃないですか本当にまあアラブの石油なんかねアメ,アメプラだったかなその石油王族みたいななんかそういう特集があ,のあるんですけど生まれた瞬間から石油王みたいなね家計に生まれてますってもう一生お金に困らないみたいな家に生まれてるんだったらまた 別だと思うま,またちょっと別になってくると思うんですけどねそうまあそういうお家に生まれてない例えばね日本で言うならば皇太子とかねじゃあその皇太子とかその,そのそこで生まれた人たちってお金に困るのかなっていう多分そのお金ってもうもはやもうお金なんか感覚がないんじゃないですかだってもう王様ですからね 基礎高速高速ですからうんどう考えてもホームレスになることがないじゃないですかどう考えてもだそういうところに生まれたらまたやっぱちょっと違ってくるとは思うんですけどねそうお金は必要というよりかはお金はあるみたいだねいやお金はあるよっていうそううんお金あるっていう <laughs> てかお金がある,あるのが当たり前すぎてお金のことを考えないかもしれないですよね うん、そうでもねあの皇太子とかあの家族そのあれで生まれたらどうなんだろうな、うんまあ、僕はちょっと生まれてないんでねちょっとそういう,きそう,いうかか家庭に生まれてないんでちょっとんとも分かんないですけどどうなんですかね。 お金に対してのどういう考え方なのかな。うん。絶対に飯食まんないじゃないですか。絶対飯食まんないですよね <laughs> <laughs> で。でまあまあその多分お家になんか多分料理作る人もいたりとかなんかあるといてると思うんですよね。うん。はい。まあまあまあ大抵の人はそういう家計に生まれないのでお金はあのあの必要ですからあの。 稼いでいきましょうって話なんですけど。うん。まあ最近もね、その、なんだそう。もう昨日なんですけども、まあこれね、放送日がもう、放送日いつだこれ三月、あ、5月か。もう5月6日ですかね。これ放送日が 5, 5月7日か ?5 月6日ですね。これ放送日が。うん。で昨日ね、僕あの、また新しくちょっと買いまして、あの、モニターを <laughs>。 モニターパソコン買ってそのもうすぐモニターをまた買っちゃいましたねモニター <laughs> で前々から買う欲しいなと思ってて買い替え、まあ今 Windows のモニターは5年ぐらい使ってるかなそうでその新しいモデルが出たんですよその今使ってるのは新しいモデルそのでしかもそのあの,、I、あの iPS ブラックなんかその パネルがそのブラックみたいなやつが出たんですよね。そう。で、必要か、まあ、Windows の方はねあ、あの、正直、あの、ほとんど使ってないんですけども、でも使うんですよ。そう、IPS ブラック、パネルですね。で、今僕は、あの、Mac の、その、に繋いでる、うん、デルのモニターが、この IPS のブラックパネルなんですよ。で、これめちゃくちゃ良くて。で、これの30、 4インチのワイド買ったんですけどその34インチのワイドの iPS ブラックのパネルが出てだから今あのすごく使ってるやつと一緒のやつでワイドが出たんででもいるかなどうなんだってすげえ悩んだんですけどもうお金をモニターに変えました <laughs> お金も。お金持ってても「あしゃあねなみたいなそう、まあ、仕事で使うしね 使う頻度はすごく少ないんですけどもなんだけど使うからあお金をあのモニターに変えましたうんでそれはやっぱ仕事いや要は結局そのなんだろうな仕事で使うしうーなんだろうなお金を、うん、その銀行口座に入れてたとしても何も生み出す生産性がないんですよだけどモニターに変えたら生産性上がるじゃないですかでもお金を銀行に入れてたら何の生産性もないですよね ただ安心はあるかもしれないですよね。どうですか安心はあるかもしれないですよね。でもこれは安心を、人間っていうのは安心をすれば退化するんで、間違いなく。安心すれば、ああ、退化します。安心し、安心しながらか必死で考えるってことしないので <laughs>、どうですか安心しながら真剣に考えるって、まあまあなんか難しいですよね。安心しながら真剣に考えるみたいな。うん、例えば、 に日本って戦争がないじゃないですか。日本は戦争ないんだけども、戦争が、あ戦争がない安心な一応国っちゃ国じゃないですか。法でも決められてるし、でも北朝鮮で来るか分かんないですけど、ロケットが。でもその戦争がもう全然ないっていう状況の中で、戦争について日々真剣に考えるって難しくないですか日本に戦争が起こったらどうしようとかね。どうすか難しいですよね。多分考えないと思うんですけど、毎日。 一生懸命戦争について戦争がないのにそう,そうだけど爆弾とかねあのあのなんだミサイルとか打ち込まれてたら明日明日ここでミサイル撃っとされたらどうしようって真剣に考えると思うんですよねここじゃ危ないとかねちょっと移動しようとか真剣に考えて行動するじゃないですかだってミ空爆受け,受けてるんですよ、うん、で日本今空爆受けてないですよねそう なんでまあ、まあいろいろ申し上げましたけど、あのー、そういうことです <laughs>。まあでも今回良かったですね。いいんじゃないですか。お金、本当お金に関しては本当真剣に考えた方がいいと思いますよ。大事なんで、本当に。うん、そう。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。